こんにちは、川越梢です。少しずつ秋を感じられるようになってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った9月号、今回は8月15日の終戦記念日に多摩川河川敷を会場に開催された大田区平和都市宣言記念事業花火の祭典の模様をお伝えします。また後半では本蒲田公園で行われたネオ盆踊りの模様とともに、山王に新しく開設された大田区マイナンバーカードセンターについても合わせてお伝えします。それでは初めに多摩川河川敷を会場に開催された大田区の夏の恒例行事、花火の祭典の模様をお伝えしましょう。大田区の夏の風物詩、花火の祭典が終戦記念日の8月15日に開催されました。昨年雨で残念ながら中止となったこともあり、今年は開会と同時に大勢の方たちが来場。ビッグバンドのにぎやかな演奏で始まった第1部では、アトラクションとしてジャズの演奏のほか、大田区太鼓連盟による和太鼓の演奏も披露。豪快な太鼓の音が夜空に鳴り響きます。私たちのこの東京でも。続く第2部では平和記念式典が行われました。大田区では世界の恒久平和と人類の繁栄を願い、昭和59年8月15日に平和都市宣言を行いました。式典ではその平和都市宣言文を大田区立東調布第三小学校の児童、区の姉妹都市であるアメリカセーラム市の学生訪問団、そして松原区長が朗読しました。大切な平和を守らなければいけないの。地球上どこへ行っても笑顔があるように。この人類の共通の願いを込めて、大田区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する。そしていよいよ待ちに待った第3部、花火の打ち上げの始まりです。第1章のテーマは国際都市大田。世界各国のさまざまな音楽に乗せて色とりどりの花火が夜空を彩ります。第2章では1964年の東京オリンピックからの日本の歩み、そして大田区の歩みがテーマです。続く第3章ではジャズコンサートの夕べとして始まった花火の祭典の歴史をジャズの名曲とともに紹介。第4章では東京2020オリンピックに向けてブラジル選手団の事前キャンプを受け入れることにちなみ、黄色と緑のブラジルカラーの花火を打ち上げます。そして第5章のクライマックスは都内最大級400メートル幅のワイドスターマイン。その大迫力に会場から大きな歓声が上がりました。大田区では平和協調月間である8月、この花火の祭典をはじめ戦中戦後の様子を伝えるパネル展示などの平和事業に取り組んでいます。こうした取り組みとともに花火の打ち上げを通じて平和への思いを一つに、そんな思いが込められた花火の祭典でした。
2年ぶりの開催となった花火の祭典。今年はおよそ11万6千人の方々が会場を訪れたそうです。それでは続いて本蒲田公園で行われたネオ盆踊りの模様をお伝えしましょう。7月27日本蒲田公園で行われたこちらの盆踊り、一見普通の盆踊りに見えますが、なんだか少し様子が違います。盆踊りにつきものの太鼓の音は聞こえず、会場は無音。しかも参加者の顔には動物のマスク、耳にはヘッドフォンが。横浜のイベント企画会社が大田区文化振興協会と共同で開催したこの新しいスタイルの盆踊りは、参加者が動物のお面とワイヤレスのヘッドフォンをつけてみんなで踊る、その名もネオ盆踊り。一見すると無音で踊っているように見えますが、実際は矢倉の上で DJ が音楽を流し、参加者がその音をヘッドホン越しに共有しています。夜の公演で周囲への騒音を心配せず、クラブ並みの音量でライブが楽しめるサイレントフェス方式を導入したこのネオ盆踊りには、デデマウスやリナネコといった人気 DJ も出演。ヘッドホンから流れる音楽に合わせ一心不乱に踊る参加者たち、会場は不思議な熱気に包まれます。まあ、お面をかぶって踊るっていうのは、まあ、今回の、まあ、新しい取り組みらしいんですけれども、まあ、あの種族を超えて人間だけじゃなくて、いろいろなこう生物のが、まあ、命が奪われているということへの思いを込めて、皆さんでこう霊を弔おうというようなこともなんか込められているというふうに聞いております。私はめちゃくちゃ楽しいです。私もすごい楽しいです。来てよかった、来てよかったです。こういうのがもっと各地で増えてくれたらすごくいいのになって思いました。プロジェクションマッピングによる色鮮やかな映像とライティングに彩られた会場の一角には、冷製パスタが食べられる屋台などが並び、なんとも不思議な雰囲気。会場にはクラブミュージックファンの若者をはじめ地域の人たちも集い、これまでにないユニークな盆踊りを楽しみました。それでは続いてもう一つ、山王に新しく開設された大田区マイナンバーカードセンターについてお伝えしましょう。大田区ではこのほどマイナンバーカードの申請や受け取りなどの業務を専門に行う全国初の大田区マイナンバーカードセンターを山王2丁目にオープンしました。マイナンバーカードとは、行政手続きの効率化などを目的としたマイナンバー制度に基づいて発行される IC カードです。マイナンバーカードは氏名、住所、生年月日とともに顔写真も印刷されており、本人確認の身分証明書となります。大田区ではマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを実施しています。住民票の写しや印鑑登録証明書、税証明など窓口よりも50円お得で、早朝や夜間でも取得することができ大変便利です。今後もマイナンバーカードを取得するメリットがさらに増えていくものと考えております。このほどオープンした大田区マイナンバーカードセンターでは、事前に予約していただければ顔写真の撮影から申請までの一連の手続きをスタッフがお手伝いします。センターにお持ちいただくのは免許証など顔写真のついた公的な身分証明書、お持ちでない場合は健康保険証や年金手帳などの身分証明書1点と、氏名が確認できる病院の診察券やキャッシュカードなどをお持ちください。センターに着いたら、まずこの身分証明書を提示して申請のお手伝いに関する規約を確認します。次に顔写真を撮影します。ちなみに撮影料は無料です。最後に職員からマイナンバーカードを受け取る際の手順や受け取りに必要な書類などについて説明を受けて終了です。所要時間はおよそ15分。なお、マイナンバーカードセンターの開帳時間、予約の際の電話番号はご覧の通りです。
なお、マイナンバーカードの発行は申請書を郵送またはパソコンやスマートフォンでも無料で申請することができます。申請書を郵送する場合は申請書に署名または記名押印し、規定のサイズの顔写真を添付します。またパソコン、スマートフォンから申請する場合は交付申請用のウェブサイトにアクセスし、画面に従って必要事項を入力、あらかじめデジタルカメラなどで撮影しておいた顔写真を添付して送信します。カードは申請後1ヶ月程度で出来上がります。交付準備が整いましたら交付通知書をご自宅に郵送しますので、受け取りの希望日時と場所をインターネットまたは電話でご予約ください。受け取り当日は身分証明書をお持ちください。このほかマイナンバーカードについてのお問い合わせは大田区マイナンバーコールセンターまでどうぞ。マイナンバーカードの申請がまだの方はぜひお気軽にセンターまでお尋ねください。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。大田区では羽田空港跡地第2ゾーンに整備を進めている仮称多摩川新水緑地の名称を募集します。区民の皆様をはじめ羽田空港を利用される多くの方々にとって親しみやすく愛着を持っていただけるような名称を考えてみませんか。募集期間は9月3日から10月3日まで。応募は区のホームページかファックスまたは郵送で受け付けています。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて大田区では区独自のボランティア大田ウェルカムボランティアを募集します。対象は区内在住、在勤、在学の18歳以上の方。所定の応募申込書に必要事項を記入の上、10月18日までに持参いただくか、郵送でお送りください。大田区では大阪北部地震を受け、公共施設の安全点検を進めるとともに、ブロック塀などの改修に関する助成制度を拡充。今回新たに危険なブロック塀などを撤去し、安全なフェンスなどに作り替える工事を対象にした助成を行います。助成額は工事費の1/2。助成制度の利用をご希望の方は工事の契約前に防災まちづくり課までお問い合わせください。さて今回のシティニュースオッタいかがでしたでしょうか。10月からシティニュースオータが一新します。番組時間を5分に短縮し、更新回数を月2回に。これまでよりさらに分かりやすく、そしてスピーディーに大田区政の動きをお届けしてまいります。それでは次号もどうぞお楽しみに。